はい、どうもゼロゲンと申します。カービィのエアライドやっていきたいと思います。今回はねシティトライアルをやっていくんですけども、ドラグーンですね。はい、なんとか今日はねドラグーンを、皆様にお見せしたいなということでちょっとね頑張っていこうかなと思います。さあ行きましょう。ほい。でドラグーンね、こういう赤いコンテナに入ってる、おー危ねえなぽいので、赤いコンテナをねちょっとガンガン探していきながら、こういうパワーアップパーツ、パワーアップじゃない、パワーアップパーツアイテムとかもちょいちょい取りながら行きたいではあるけども、とりあえず赤いコンテナを見つけないと赤のですよね。ライトスターが結局一番探索とかもしやすいからライトスターでいいんだよな。ほい。またかいな。なんでマイナスなのばっかり出るの。おら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 。よし。街とか海岸線沿いとかにも出てんのかな結構。うわー。よし。そんなに飛ばなくていいのに。思い通りに行かないのがこのエアライドですよ。よしよしよし。探索したいんだ俺は。あれ？コンテナなくなっとるかな。もうせっかく戻ってきたのに。赤いコンテナを取り、おーったったった、よし、ほい、出た、ドラゴンパーツ、高く飛べるほど有利、またハイジャンプかな、どっちにしたってドラゴンパーツを私は手に入れる。お、いいね、飛行、赤コンテナ、海岸線沿いとかにもなんか結構あるみたいな。あった。ここに来て。ホイルちゃん。ハイドラだ。これか。赤コンテナ。両方集めていきたい。できるだけ。危ない。パートがマキシーム、よいしょ、コンテナがねえな。ん？偽物アイテムが混ざった？なんやて？時間がねえな。ボルドーか。下にあった。ワゴンスターか。すげえ情けない音楽かかってるね。赤コンテナ見っけ。もう時間がね。あった。よし。あと一つだけど。時間が。痛え、偽物。これ入ってねえかな。こっちかとかに。そっちかい。
そっちか。いやーちょっと待って。いやこれ手に入らんなこれ。あーわーあーこうそれになるとめっちゃやりづらいからやめてほしい。すごくやりづらい。それやめてほしい。あーくっそ。いやー結局全然手に入らんかったな。ハイジャンプだよね。うわロケットスターや乗ってる。飛ばねー飛ばねー。いやーもう言うほどパワーアップしてねえからよ。うん、これはきついね。今回全然手に入らんな。あ、なんだ？ダイナブレード？うぃー！ダイナブレードや。頭狙えてどうやって狙えばいいんや、あんなところ。ダイナブレードはいいんだけど、どうすることもできねえ。おでかっ。いてえ。ダイナブレードくんそんなでかかったっけ君。いやーこれきついな。デスマッチ。うわーどうなってんのこれ、どうなってんのこれ、どうなってるの。落ちたー。終わった。おー落ちてるー。マイクいっぱいあるやん。よーっ。どうだどうだ。いてー。でも結構倒しましたわよ。まあ、それはいいんだ。まあまたダイナブレード出てきた。当たんね。頭狙えってどうやって狙えばいいんやろ。お、デビルスター。ああ、そういうことじゃないの。
体当たりすればいいとかじゃないよ。導水、あワイのマシンが、どうやって狙えばよかったんやろ。おお、どうなってるの。パーツが全然手に入らんことになったな。なぜに？というか赤いコンテナが全然出てこなくなった。赤いコンテナが全然ない。おーい、ドラグーン04アタック2。それフォーミュラがめん、あ、いらない、有利じゃない。ちょっと待って、どけ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 、はいや、あれフォーミュラでしょ、そりゃ早いわ。負けてる結局負けとる。今2位ぐらいにはいけるかなと思ったのに、ね。